信玄二十二章名声は多くの富より望ましく愛好を受けることは銀や金に勝る富む者と貧しい者が出会うどちらも皆作られたのは主である賢い者は災いを見て身を隠し浅はかな者は入っていって痛い目に遭う減り下りと主を恐れることの報いは 富と誉れと命。曲がった者の道には茨と罠がある。魂を守る者はこれらから遠く離れる。若者をその行く道にふさわしく教育せよ。そうすれば年老いてもそれから離れない。富む者は貧しい者を支配する。借りる者は貸す者の下辺となる。不正をまく者は災いを刈り取る。 こうして彼への激しい怒りの無知は終わる。善意の人は祝福を受ける。自分のパンを貧しい者に与えるからだ。あざける者を追い出せ、争いは出ていく。揉め事も恥ずかしめも終わる。心の清さを愛し、優しく話をする者は王がその友となる。主の目は知識を見守り、 裏切り者の言葉を覆す。怠け者は言う。獅子が通りにいる。私は広場で殺されると。よその女の口車は深い穴。主の生き通りに触れた者がそこに落ち込む。愚かさは子供の心に絡みついている。懲らしめの鞭がこれを子供から遠ざける。自分を飛ませるために。 貧しい人を虐げる者、富む人に与える者、どちらも欠望に至るのみ。耳を傾けて知恵のある者たちの言葉を聞け、私の知識に心を向けよ。これらをあなたのうちに保つのは楽しいこと。これらを皆、あなたの唇に備えよ。あなたが主により頼むことができるように、私は今日、 特にあなたに教える。私はあなたのために勧告と知識についての三十句を書いたではないか。これはあなたに真理の言葉の確かさを教え、あなたを使わした者に真理の言葉を持ち帰らせるためである。貧しい者からかすめ取るな。彼が貧しいからと言って。苦しむ者を門のところで踏みにじるな。 主が彼らの訴えを取り上げ、彼らから奪う者の,の命を奪われるからだ。怒りっぽい者と交わるな。激しやすい者と一緒に行くな。あなたがその道に習って自分が罠にかからないために。あなたは人と制約をしてはならない。負債の保証人となってはならない。あなたに償うものがないとき、人があなたの下から 寝床を奪ってもよいだろうか。昔からの地境を移してはならない。それはあなたの先祖が設けたものだ。仕事に熟練した人を見たことがあるか。その人は王の前に立つが、無名の人の前には立たない。